さあ、それじゃあ、お待ちかね、この屋敷の案内をしていこうかな。はあ。うん。頼むぜ、大先生。まずはこの迎賓室から、見て回ってみてくれ。ちなみに、この迎賓堂は、見た限り、この、みんなが今座っていたテーブル、椅子、すっごく高価そう。うん。で、ここで、目星ロールをしてみてください。うん。42成功。あ、83失敗。97。33成功。オッケー。30成功。よし。では成功した人は次のことがわかります。すべてのその置かれている家具だったりするものは全部高価だけども、すべてがすべて古ぼけています。で、どことなく薄汚い。うん。うん、雲の巣があったり、虫の抜け殻があったりしてます。セミ声浮かしてるやかんやん。で、ここセミ浮かしてんやら、すごいな。きったねー、うん。ここ掃除できてないやん。大先生、拉致たらしいけどさ。うん、まあ、昔の愛人気もこんな感じ。してよ。まあ、変わらんな。とりあえず、じゃあ。ここを探してみるか、とりあえずじゃあ、すでに大先生探したところはどこ？この中で一通り僕の目では見ては回ってるんだよね、すべての部屋を。うん、特に物を移動したりとかはしてないね。はあ、とりあえずすべての部屋を軽く案内しようか。まあそうやな。そうだね。わかった。じゃあ次はキッチンの方に行こうか。キッチン、え、なんか一番闇が深そうなんだけど、なんかさ、あの料理出てきたキッチンに行きたいと思わないんだよな。うわー、来たね。ここがね、キッチンだよ。あらいよ。あらいね、ちょっと急いでたもんだから。じゃあこれさばいたん、モツとかさばくことないやろ。まあまあ。まあまあじゃねえよ。では絶対お前あれちゃう肉使ってるやろ。なんや、はっきり言ってみんよお前。まあ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 じゃねえよ。ではあのこのキッチンに入った人は、このキッチンは片付いているっていうよりも物がない。ああ、これだけしかないの。調理器具もこのまな板と包丁ぐらいしか、あと鍋とそのぐらいしか見受けられない。でここでもまた目星ロール、みんなお願いします。もうなんか降っても嫌なもんしか見てないけどな。52失敗。72失敗。05クリティカル。お、いいね。31失敗。では成功者ということで、このキッチンの中にひときわ目立つ冷蔵庫があります。うん。でオスマンはその冷蔵庫に手をかけて中を見てみました。すると、うわお父さん元気もりもり。ホルモン鍋の具。冷蔵庫の中にはもうちょっと待って、これなんだこれ。このお父さん元気もりもりホルモン鍋の具というこの物体しかありません。そして同時に先ほど食べたこのゴッタニの正体 らしいということがわかります。まあ、そしてさらにこれ以外の食材がないことにも気づきました。1週間これを食べるしかありません。大先生、これマジか。このお父さん元気もりもりっていうのは、これは大先生のお父さんが好物だったの？これを持つのは。うん、僕の好物だよ。あれ、じゃあなんでこんな名前つけたの？ん？市販だぞ。ネーミングは僕じゃないぞ。あ、逆に、ホルモン鍋の具しか買ってこない理由って何？野菜なんて取らへんの？野菜を取らない理由って。僕の食の趣味さ。あわんわぁ。さあ、じゃあ、キッチンもこの辺にして、ちょっと次のところに行こうか。しょうがねえな。そうだね。まあ、うん。では、一度は、キッチンを後にして、来賓堂を出て、階段を降りて行きました。うん、こっちがね、地下の方になってて、倉庫が3つほどあるんだけどね。来たねー。
なんか見取り図見てると倉庫1と倉庫2と倉庫3なので結構大きさが違うんやな。そうだね。とりあえずどうしよっか。左手の扉は、これが倉庫、まあ便宜上1って言ってるわけだけど、ここから案内していこうかな。とりあえずさ、うん、なんか1,2,3で分けて入れてたりとかすんの？いや、僕もね、ここはほぼ手をつけてなかったりするんだけども、うん、何か入ったことあるんだよね。実はね、僕もな、覗いただけで中に入ったことがないんだよね。全然探してねえじゃねえかよ、サボんじゃねえよ。まあどうぞこちらに。まあ、まあまあ、家主が先に入ってもらったらね。ああ、それは構わないよ。そうだな。うん。まあ先に入ってくれ。どうぞ。じゃあ、地図上でいうこの倉庫1の方に行こうか。おう。では、大先生が倉庫1に、1の扉に手をかけ、ドアを開けました。マネキンか。何これ。うわ、怖い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 。人ら見たらか、人ら見たらダメ、人ら見たらダメ。ああ。大先生。はい。ご両親はなんかアパレル系でもやってたの？いや、特にしてなかった。単純に趣味じゃないかな、これは。これはマネキンか、トルソコ。うん。マネキンだね。シャオちゃん、見てみ、右。右のマネキン。バインバインやで。おっぱいでかいな。マネキンに興奮せえへんわ。そんなん、シンマぐらい。真ん中のマネキン、真ん中のマネキン、なんか切れ目があるけどさ、このつなぎ目白いのは何これ？骨じゃないかな。あ、骨組み的なね。あー、ちょっと目星かけていい？あ、どうぞどうぞ。25成功。では、目星ロールが成功したので、この部屋、どうやら床には、すごい埃が積もっていて、マネキン人形にも埃が積もっています。でかつ、これらのマネキン人形を動かした形跡は一つもありません。ただ床を注意深く観察すると、はい、何やら細く長い線のような跡があちこちに。貼った跡ちゃん、これなんか貼った跡やろ。ということがオスマンだけに分かりました。うわ、そういうことか。僕もね、ここ覗いたことがあるんだけどね、中に入ったことはないんだよね、怖くて。なんでや、なんでや、入れや。ちょっとみんな、ちょっと待って、みんなちょっと待って、待っていい？どうした？床の方を見るとさ、うん、なんかいや、ほこりが積もってるから多分誰も入ってないっていうのは分かると思うんやけど、なんか薄くさ、ほらなんか線何本か入ってない？これ。なんかが張ったよなと。うん、確かに。白い線は見えるな。大先生、なんかここに人とか入ったことってないよね？うん、入れたことないね。僕自身も入らないし。なんか動物とかそういうのもないよね。いや、全く。水っ気とかもないよね。うん、そうだね、ここは。この筋何？これは僕もちょっとわかんないな。なんだろうこれ。この白い筋に対して目星ロールをかけるわ。お、どうぞ。36成功。ではトントンは目星ロール成功してこの白い線を注意深く観察しました。しかし何の線なのかはよく分かりませんでした。ちなみにその線っていうのは床だけ？ちょっともなんか壁にも貼ってんの？いや、床だけだね。今、オスマンから見れるのは床だけだね。ってことは、このマネキンを動かしたら見れるってこと？壁とかも。ちょっとみんなでなんか、このマネキン動かしてみいひん？なんか動いてないみたいやから、なんかあるかもしれんし、調べてないやったら。なるほどな。確かに、動かした形跡はないやんか。大先生、ちょっと手伝って、それ、もちろん。マネキン持って。いいと思う。うん、それとりあえず、廊下にマネキンを出していくか。ああ、もうマネキンって言ってますね。うん。マネキン出そうか。では、ソースマンがみんなに手伝ってもらって、マネキンを外に出そうとして、マネキンを持ち上げましたが、
マネキン人形はとてつもなく重く、とてつもないほど重たくて持ち運ぶことができませんでした。うわ、めっちゃ重いやんこれ、動かへんねこれ。死はそんな、これマネキンじゃん、無理か。何でできてんのこれ。鉄鉄でもこんな比重重ないやろ、なんなんこれ。よくわからんな。よくわからんな。つまり、まあ、じゃあ気を取り直して、ちょっと倉庫もあと2つあるわけだし、うん、次のところもちょっと軽く見てくれよ。お、ここのドアって現状に閉められへん、なんか閉じまりとか、閉じまりとかは、あ、この倉庫の部屋ってこと。うん、は特にないかな、うん、なんか、閉じまり、鍵ないの。うん、ここに関してはなんでかけないの？ん？いるか？いやー、まあ、ね、マネキンとかあるし、ね、不用心じゃないかな、ちょっとは。まあ、こんだけ重かったら誰かに取られることっていうのもないだろう。それにこんな山奥にわざわざ来る宗教も、いないよ。それじゃあ、次は、地図上で言うとこの倉庫2の方にちょっと来てもらおうかな。一番広いけばいいね。どうぞ。では一度は倉庫2に移動、倉庫2の扉の前に移動しました。行け大先生。オッケー、行け大先生、見てこ、見てこ大先生。では大先生は倉庫2の扉に手をかけ開けましたと。